4ヶ月で10キロ痩せたダイエットマスターの俺が一切包丁を使わずに極力生ゴミも出さずにズボラな人でも簡単に作れるコスパ最強に痩せる料理を紹介していくよ。何度でも繰り返し見れるように保存ボタン評価よろしく。はいどうも、ダイエットマスターのシャフくんことシュリです。安くて簡単に作れてなおかつ痩せる、そんな夢のようなオリジナルのダイエットレシピを紹介していきます。はい、今日作るのがささみトマト缶煮込みということで、今回のささみトマト缶煮込みはおかずだけだと118円、191キロカロリー、これは一食としてはめちゃめちゃ抑えられてるね。まあ一応ご飯と一緒に食べる前提だと238円の421キロカロリー、一食あたりお米付きで421キロカロリーというのはもうこれは超破格なんで、ぜひともダイエットしてる皆さんは真似してみてください。それじゃあ早速、ささみトマト缶煮込み作っていきましょう。まずはトマト缶をがっつり入れて煮込みます。そしてコンソメは1人前あたり4分の1かけらぐらいが目安かな。トマト缶は旬の時期じゃない生のトマトより多くの栄養素が含まれている上に安く保存も効くから、ズボラなダイエッターにめちゃくちゃおすすめの野菜。リコピン、カリウム、ベータカロチン、ビタミン A、ビタミン B 群、ビタミン E など美容やダイエットに効果的なほか、血液サラッサラ効果もあるので生活習慣病予防にも効果的。さあ続きまして、鶏のささみを調理バサミで切り刻んでいく。低カロリー高タンパクの肉は嬉しいね。OK ストアだと1キロ600円ぐらいで売ってるのでマジでコスパ最強。乾燥椎茸を入れていこう。食物繊維、ビタミン D、ビタミン B 群が豊富で、これまた低カロリーで栄養素抜群。サラダ豆を入れて食物繊維とタンパク質をがっつり取っていこう。あとは蓋を閉めて煮込むだけ。そして仕上げにパセリを乗せればほら完成。どう？これならどんなにズボラな人でも真似できると思わない？一食あたりだいたい188円の191キロカロリー。ローカット玄米と組み合わせると一食あたり238円の421キロカロリーなんで、めちゃめちゃ低カロリーなご飯となります。食べ応えも抜群。最後まで動画を見てくれてサンキューな。このチャンネルではダイエットに関する動画をこれからもバンバン出していくので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしく。ゲーム実況やシチュエーションボイスをやっているシャフくんチャンネルや、競馬予想動画をやっているシュリチャンネルなど別のチャンネルも運営しているから、よければ概要欄に貼っておくのでチャンネル登録よろしくお願いします。それではお互いダイエット頑張っていこうな。次の動画でまた会おうねー。